SC サターン S シリーズはアメリカの自動車メーカーゼネラルモーターズの100%出資会社であるサターンが製造・販売していた自動車シリーズである。S シリーズはサターンブランドの中核を担う存在として当時小型車市場を座移していた日本製や韓国製の小型車などに対抗するために企画された。クーペモデルの SC、セダンモデルの SL、 ステーションワゴンの SW がラインナップされていた。車体は新規専用設計となっており、Z プラットフォームというサターンオリジナルのプラットフォームを使用している。スペースフレーム構造でドア部や外装側面に金属パネルを用いずにぶつけてもある程度の凹みなら、一定時間で復元する樹脂パネルを使用しているのが特徴である。 また生産性も考慮されており、独自の設計思想が与えられていた。当時のアメリカ社としては破格の燃費の良さを誇っており、MT の SC で EPA ハイウェイテストで、リッターあたり 17km の燃費を計測している。そのため、アメリカでは大きくヒットし、サターンの戦略の方向性を決定づけた。S シリーズは2代目が1997年により、 日本へと導入され、日本国内においては、サターンブランドの代名詞的な存在となっている。特に SC2 に採用されていた、観論開きドアは当時大きな話題となった。しかし、日本での販売はかんばしくなく、2001年には撤退しているため、現在では、補修部品の国内確保が困難になっている。2003年にシリーズを終了し、後継車種である、 アイオンにその役目を引き継いだ。デビューは1990年で、まず SC と SL がラインナップされた。その後デトロイトショーで SW を発表、翌年より販売を開始した。それぞれのモデルには、再 1C が搭載され、それに5足、MT、または4足 AT が組み合わされた。SC、SL、SW は1993年にマイナーチェンジし、 DOHC 搭載モデルが追加された。再 HC 搭載モデルは SC1、SL1、SW1 へと、DOHC 搭載モデルは SC2、SL2、SW2 へとそれぞれ名を変える。また1995年にはバンパーや外装の一部のデザインを変更したマイナーチェンジが行われた。S シリーズは、 燃費の良さと当時市場で要求されていたニーズに合致したため芝叩く間に大ヒットとなりアメリカ製の FF 小型車の牽引役として市場で大きく貢献した。1995年まで生産され2代目へとモデルチェンジした。2代目は1996年に販売開始、先代よりキープコンセプトでモデルチェンジしている。しかし、 車種以外のコンポーネントの流用がほとんど行われず、新規設計に近いものとなっている。まず1996年に SL、SW がデビューし、翌1997年に SCE が販売開始された。当初より DOHC と SYHC がラインナップされており、ミッションは 5M、T と 4A、T が与えられ、グレード名も先代を踏襲していた。日本では、 DOHC モデルのみが正規で輸入され、それぞれ SL2、SW2、SC2 と名付けられた。日本でのミッションは、本国と同様だったが、5MT は SC2 のみ、標準ラインアップで、SL2 と SW2 は受注生産だった。全モデルの標準装備として、運転席助手席、エアバッグ、ABS、TCS、キーレスエントリー、 電動格納ドアミラー、フィルムアンテナ、FM、AM カセットプラス4スピーカー、オーディオがついていた。また毎年メカニズム等が小変更を受けて改善されていた。ABS はエンジン起動後時速 20km に達した時点でセルフテストが作動する。この時、左前方からカラカラとノイズのような音がするため、 中古車等で説明を受けずに購入したユーザーは戸惑うことが多い。SC では1999年モデルより新たに左側に観音開きドアを装備したバリエーションが設けられ、クーペモデルにありがちな後部座席の乗降の悪さを解消しようとした試みが行われている。キャッチコピーはクーペを諦めないでください。だった。このドア構造をその後採用した車種として マツダ RX-8 ミニクラブマンホンダ、エレメントトヨタ FJ クルーザーがある。1999年まで生産された後に3代目へと移行した。2000年に3代目に移行する。堅実に先代からのキープコンセプトでモデルチェンジしており、コンポーネントのほとんどを2代目から流用している。内外装に採用した新素材のポリマーパネルを装着しているのが特徴である。 内装が大幅に刷新され、標準的なネディングオーディオが専用アダプターなしで搭載可能になった。日本国内ではビッグマイナーチェンジとされた。日本市場への MT 車は受注生産の予定だったが、実現できず全車種で AT 車のみとなった。SC のみ、SL、SW より半年ほど遅れて発売されたため、2000年に 発売されているが年式としては2001年型となる。ちなみに SC の2000年モデルは少数生産されており、外見は2代目、内装が3代目という構成になっている。2003年に生産終了。後継者はアイオン。ありがとうございます。